今日はね、このトークコーナーはね、なるべくなんかこう、ね、なんか怖がってますね。壊れ物に触るような感じがするんで。泉あさとになってる。今日はたったの感動的でしたね。あの本邦初公開。本当に。まあ大丈夫。まあな、仮の姿においては、徐々に立ってはいるんだけれども、テレビとかでどうして今まで立たなかったかというと、テレビで立ってしまうと次のミサのツアーが4月から始まるんだけれども、その時にこうもうすでに立っている姿が出てしまうと、あ、今度のツアーはもう前みたいに動き回れるんだなっていう印象を与えてしまうだろう。だけどもそれほどまでに行ってるわけじゃないから、暴れ回れるほど、今日も結局仁王立ちのような形だったけれども、その段階程度だよということを分からすためにな。会場でね、もう泣いてましたよ、ファンの人たちが、立ったし姿も、うん、ありがたいことだ。ちょっと待った、悪魔こらんじゃん。わざとやったじゃないか。本気でやってると思ってるのか。そうすると宮原さんのようにガリンガリンに動くようになるにはいつ頃になりますかね。そうだな、まあパワーアップが必要であるからな、まだ実はこの中には、ワールドミサツァ養成ギブスっていうのがまだ埋め込まれているわけだな。それはまだ今年いっぱいつけていなければならない、相当の大改造だなわけですね。まあそう思ってもらえばいいだろう。諸君たちが思ってたよりも相当の大改造であったと。なるほど、宮原さんなんかからこう見てて世紀末ってのはどういうふうにこう映ってるんですか。もういいんですよ、もう歯に気に着せずに。さっきもね、なんだかんだ見てましたけど、ね、なかなか面白いな。ちゃんと見たことないだろ。そう、さっきのがちょっと今日が初めてなんですよ。でね、初めてみんなと会った時に、僕が、みんなキス好きなんですかとかっていきなりみんなから睨まれてしまった。なんだおめえ、スタジオからすぐ逃げて帰ったってなりましたけど、ね、でもね、世紀末の話でね、素敵な話だったのは、岡崎かなんかでね、小さなライブハウスかなんかに行った時にね、その世紀末がバッと爆発的に売れて、もうすでに来ちゃっている時に、世紀末がそこの小さなライブハウスにね、出演してくれたっていうんで、で来るっていうふうには言ってくれたんだけど、本当に来てくれるのかどうかっていうのがすごく心配だったって、その若いオーナーが言うわけさ。それがね、こんな狭いところに本当に来てくれたんですよ、関松がって言ってね、すっごくこう感激してたんで、そういう優しいところもあるんですかね。いやいや、我々は別に優しいなんて、親切だとか優しいとかそういうのは思われてはいけないわけだ。諸君たちは一見そう感じるかもしれないけれども、実はそれは我々の策にはまっているのだ。我々は優しそうに見せといて、で実は裏で何を考えているかわからないというのが我々だから、まあ、別にさぞそれをバラす必要はないんだけどな。じゃあ、この話はどうだ。どの話だ。その前の、岡崎が非常におかしくてな、岡崎の、うん、岡崎ロッキンっていうライブハウスで、すごい狭いところで、こうステージがあって客席があって控え室があるの。だから控え室から客席を通らないとステージまで出てこれない。その下が楽器屋になっていてな、その主催しているそのライブハウスで、我々はまず客席じゃなくて下の階で置いて、準備をした後に客席を通らずに、こっちの下の階の窓からはしごを登って、はしごを登って裏の窓を開けて出てきた。でアンコールってのが一応あるだろう。でアンコールのためにまた控え室に戻ることができないっていうことやな、アンコールの間我々はステージの横にあるトイレの中に訪ねていたっていうのは、そういうライブハウスだったんだ。一昔前のアングラだよ、それじゃいちいち控え室に戻っていられんかなんか言ってな。でみんな、我々はそこは今日初めてやるところだけども、客の連中はそこがトイレだってのは分かってるわけだ、出演者も客もみんなそこのトイレを使うから、トイレ入ってったよ。アンコール非常に無口じゃん今日。そうだね、といえばこの宮原と我が輩は一緒のラジオをやってるんだ、パーソナリティを FM で、だから毎週会ってるんだ。おお、とそれは無口じゃん。最近番組のペースはほとんど宮原に乗っ取られてるという噂が巷で飛び交ってるんだな。人間でも気概のあるやつがいるもんですね、悪魔に対抗して。優しいですよ。あ、
ペンペンだそれはハマっているハマってるんだあ、そう、うん、でも面白いですよ本当ね、うん、優しい優しいっていうかね、とても興味がありますね、うん、だから悪魔と普通の少年がね、うん、一緒にこう番組やるわけです、うん、このギャップ少年少年少年まあ、悪魔の正論を、いつまでお伺いしてても時間が足りませんのでこの辺でねまた、演奏の方に移りたいと思います。Don't want to be there.
一番最初に買ったギターの話、はい、あの話ですか、うん、ですね、あの通信販売ってよくありますよね。あの雑誌なんかにさ、こう週刊誌なんかこう出てる男の26回バナナとかって、男の26回、要するになんかこう通信販売であのローンみたいなのあるでしょ。そう、あれでね6000円のギターをね買ったのが初めてだったんですけど、ね、6000円を26回で払うっていうことは1回いや一括でしたけど、それはそれが一括だったんですけど、6000円、エレキギター、そうです、ストラットキャスターってやつね、お父さんに内緒で買っちゃったんですけどね。いや、ちょっと待ってください、ストラットキャスターってストラットして入ってない、それだけ、それだけね、オンボロだったってことなんですよ。中古、いや、新品なんです。本物の、本物、いや、本物の、偽物の本物です、だから、うん、だってその、ストラットキャスターっていうのはモデルの名前で、それにフェンダーとかがつくと高いわけだ。あ、フェンダーじゃないストラトがあるの。どうだろう、ピンポン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 フェンダーじゃなくてもストラトと言っていいの。ストラトっていう形があって、失礼しました。いえ、わかりました。別に何だろうな、うん、何に例えばいいんだ、しゃもじがあったとすると、うん、あのこれが広島の宮島のしゃもじっていうと高くなるんだけれども、うん、すいません今僕のインタビューなんです。よろしく、よろしく。なるほど、うん、それを買って
それはね、それを買った時っていうのは、はい、そのギターの心得はあった？全然ないですね。だからね、あのキスっていうのをね、ちょうどあのレコードいっぱい買い始めましてねそれでちょうどね、あのエースフューレっていうギタリストがエースフューレっていうのがいましてこのギタリストを見ましてね、これはかっこいい、ギタリストになるしかない、それで、そうです、それで、それからギターを練習し始めて、そうなんですよ、弾けるようになったすぐ、ええ、なんとかね。でもね、初めの3年間ぐらいは全然弾けないから、ただストラップでこうギターを下げて、うん、ステレオの前に行ってレコード盤に針を乗せて、それに合わせて踊る、そういう作業を3年間やってたんですねところで、庄屋の皆さんは、はい、なんかその女、なるべく真ん中避けたいんだよね。なんか最後に残ってるね。女性だけでなんかその、全部仕切ってやりたい、つまりプロデュースから何から裏方さんから照明から、ね、というコンサートをやりたいという意思があるらしい。自分たちが女だけでこういうロックやってきて、男の人と違う伝わり方っていうのかな、してるんで、同じことやっても伝わり方が違うっていうね。だから女性の PA と、あと照明と、あと舞台監督とか、そういう人たち全部で、女の子全員でやると同じことやっても伝わり方が違うんじゃないかと、そういうコンサートをできたらやりたいなと思ってるんですけど、でも4月にね、4月3日にコンサートを中野サンプラザであるんですけど、それは普通に男の人と一緒にやるんですけどね、うん、でもこういうふうに宣伝っていうのはさ、こうさらっとやってほしいもんだね、なんかこういう感じじゃなくて合宿みたいなことを生活をしてたっていうのを聞いてたんだけども、今もしてます。もう2年近くなりますね、メンバー一緒に住んで。あ、一緒に住んじゃってる。はい、一緒に住んでます。一緒に生活してます。よくうまくやってますね。うーん、っていうか割と家族みたいなもんだから、うん、うまくいくも何も一緒にいて当然みたいなノリなんで、うん、うん、悪魔側の場合はどうですか、その辺、そのグループでこう一緒にやっていく時のこうチームワークのコツみたいなものって、まあそうなの、我々は結局地球を征服するという使命を帯びて来ておるわけだから、そういう意味で魔王の命令には逆らえないということで一応団結しているわけだけれども、悪魔というのはさっきも言ったようにみんな勝手なわけだ。だから勝手なことをみんなやっていながら一つの使命に向かわなければいけないという難しさがあるわけだな、うん、難しい。誰だっけ、ぬいぐるみが怖かったっていう人あ、そうだそうだ、ぬいぐるみ怖いと、この辺は怖いですか。なるべく見ないようにしてでも角の生えてるメイクってなんかちょっと可愛らしいですね。メイクではない。あ、メイクではない、まずいな。素顔、うん、素顔は可愛らしくないですか。可愛いとかじゃなくてダメなの、うん、ああいう現象がっていうか、得体の知れないものっていうのすみません、ごめんなさい